はい、どうも、うずです。皆さんはどうでしょうか。プレイステーション5、抽選当たりましたか。2020年9月、多くの販売サイトで、プレイステーション5を買うための、抽選というのが行われたんですけれども、私はヤマダ電機とヨドバシ、抽選を応募して両方とも外れました。外れました。まあね、当たんない、なかなかね。まあでも、それでもツイートなんかを見てると、やったー、当たったーって方もね、何人かいらっしゃって、まあしっかり当たりが出てますので、まあ買える方は買えるということで羨ましいですね。まあ正直羨ましいですね。まあなので、素直に、まあ今のところはですけどね、今のところはまあ素直に、諦めて、通常販売で買えるのを待つとします。まあ2020年はもう絶望的ですけれども、2021年になればね、さすがに買えるんじゃないかと思っています。まあでもそれにしてもですよ、それにしても転売屋ですよね、やっぱりね。やっぱここにね、ちょっと恨み節がいってしまうんですけど、どうしても。まあそもそもは今回の全体的な抽選販売は転売屋対策で行われたものになってますので、まあそれがなければ抽選はなかったのかもしれませんね。まあまさに早い者勝ちという通常のスタイルですよね。早い者から順に受付して、欲しい人の手元に届く。まあ、これが今までの通常流れだったんですけども、今回はもうともかく転売屋対策ということで、すべての販売ショップで抽選、オンラインでの抽選という形になってしまったという。まあ、ただここでちょっと逆の考え方で、転売屋の問題がなかったら、果たしてプレイステーション5は、日本の方ですね、欲しいと思っている方全員に届いたのか、その人数分が用意できたのか、なんですけども、これもちょっと怪しいですよね。まあ、おそらく漏れますよね。まあ思ってたほど高額じゃなかったっていうのもプレイステーション5の場合ありますし、ちょっと価格見て、あ、これなら買えるんじゃないって方がかなり増えたと思うんですよ、発表時より。プレイステーション5の発表時ね。なので、まあその購入希望者純粋なもので考えると、やっぱり初期出荷台数分じゃ足りないんでしょうね、きっとね。まあそう考えたらね、ちょっと順番のあだこうだは置いといて、やっぱり買えない人も出たわけですから、まあ素直に諦めようかなと。そういう考え方でね。まあでもそれにしても今回目立ったのはやっぱり Amazon での販売ですよね。なんか、まあ抽選がね、発表された後すぐにね、Amazon で PS5 が販売され始めまして、すごい金額、高額な金額ね、10倍とか乗っけられてやってましたけど。まあさすがにね、もうしばらくしたら消えちゃいましたけどね、そういうの。今はもう PS5 の Amazon での販売はなくなってますが。まあなんとかね、その転売屋対策というか、あからさまなね、その人気商品を高額な金額で売りつける商法はね、なんとかしてほしいなってのがあるんですけど、まあなかなか難しいんじゃないですかね。難しいのかな。まあプレイステーション5だけじゃなくてね、人気の限定ソフトだったり、まあ限定商品ですよね、そう呼ばれるものとかもかなり転売の餌食に今はなっていて、もう何でもかんでも持っていくからね、あの方たちはね、すごいよね。まあでもね、私としては最後のプレイステーション5、初期購入の取り出としては、プレイステーションのオンラインストアですね、ソニーストアか。ソニーストアで、事前にメールで、抽選予約の応募をしてあるので、こちらが10月中旬に行われるということですから、これを最後の取り出として、外れた場合に、完全に年内は諦めます。はい、これだね。これちょっと最後にね、なんとかね、当たってほしいけど。はい、ということで、まだね、この後、抽選販売で、確かソフマップさんも9月いっぱいで、抽選予約をしてる方は、抽選権利がまだ残ってるはずですから、この後結果がわかると思うんですけれども、すでにもうちょっとね、抽選の権利を終えてしまった方で、PlayStation 5、発売日購入をね、もう、諦めなきゃいけないっていう方とか、まあまだ今のところちょっとね、細い糸の望みの糸残ってるけどっていう方もいらっしゃると思いますので、そういった方はぜひぜひ今回の動画のコメント欄に熱い思いを、綴っていただければと思います。あんまり長文はね、読むの辛いから、ちょっとね、抑えていただいて、はい。各々のプレイステーション5に対する思い、まあもしくは初期ロットでね、手に入れるのはちょっと怖いよとかそういう話でもいいです。自由に下のところ書き込んでいただければと思いますので、今回の動画をちょっと公開させていただきました。はい。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。結果的にはちょっとプレイステーション5の望みはすごく細くなってしまったんですけども、まあ、2021年楽しみにしようかなと思います。はい、普段からこういった話でゲームネタや、カメラ、あとはパソコンの話などをよくやってるチャンネルなんですけれども、初めて私の動画を見て、ちょっと気になっていただけた方はぜひ他の動画をチラ見していただいて、趣味が合うなと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでも今回ね、プレイステーション5の話をしているんですけれども、話してる間に未だにね、8月に予約したキャノンのカメラ
IOS R6、 あれが未だに全く連絡がないので、そっちの方がね、なんか悔しいわ。そっちが悔しいわ。もうお金払ってんのにね。